どうも、スギチャンネルのあすぎでーす。ということで、今日はおやつタイムでございまーす。本日が3月26日ということで、もう待つも待つ、年度待つも待つ、待つってことで、いやー、今日はあったかい、めっちゃあったかいってことで、ピチョンピチョン、リプトンの桜ティーラテでございます、今日はね。ピシッつってピシッつってね、はい、リプトンとかめっちゃ久しぶりなんだけど、いや、皆さんもうお元気ですか、やられてませんかということで、もう年度末なんで、とりあえずお疲れ様でーす。うん、美味しい、久しぶりに飲んだな。ということで今日のおやつタイム、はい、久しぶりのキングダムハーツ。あー、暑いね、暑いよー。ブーン、はい、ロクサスでした。この間がはい、空のノーバディロクサスですね。バニラバニラ、うん、喉乾くわ。ということで、皆さん、見ました？昨日の、まあ、都内に住んでる人だけなのかもしれないですけど、都知事の小池百合子さんの、会見。都内の休日外出自粛要請ということで、どうですか皆さん、外出自粛しますか？ちょっと YouTube でも、こっちかアンケート出してみますね。一応昨日の夜に会見見て、で、すぐにツイッターで、ちょっとね、アンケートをやってみたんですよ。外出しますかしませんかということで、少ないですけど、27名の方がですね、アンケートを答えてくれまして、外出しますが 41%。そして外出しませんが 59% ということで、外出しませんのが、やや多めということですね。まあね、でもね、一人返信みたいなしてくれた方がいらっしゃいまして、その方はね、やっぱり仕事があって、まあ、どうしても出なきゃいけないっていうことを書いてくれました。ありがとうございます。なんかね、ありがとうございます。そうだよね。当然お仕事の人もいますからね。絶対出るなんていうのは無理だから。まあ、なんか、いろいろ言って。言ってたけどね、なんかその3つの密みたいなの気をつけましょうみたいな、密接して、なんか喋るなみたいな感じだったけど、忘れちゃった。あと密室にいるなとか、なんか
密閉された空間がみたいなのかな、なんかよくわかんないけど言ってましたね。なんか暗いよね今もう、テレビがもうコロナ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 暗い、本当に暗いね。でもうね、その暗いニュースというかね、記者会見があった後のディズニーですよ。ディズニーのファンタズミックの、公式 YouTube 動画が昨日、3月25日で、終了になっ予定してたファンタズミックがね、まあ、コロナの影響でさ休園しちゃって、まあ、できないということで、東京ディズニーリゾート側がさ、ファンタズミックの公式動画を、アップしますということで、まあ、前日にね Twitter とかでこう予告みたいなしてて、でベリーベリーミニーっていうイベントもやってたんだけど、それの動画もね出してくれてたんだけど、それはねやっぱめっちゃ縮小してる、なんかもう2分ぐらいにピョンつって、だからなんかそのツイッターの返信みたいのに、まあ縮小しないでできたらやってくださいみたいな感じでコメントしてる方もいたんですけど、見事にフルでね、ディズニーが動画を出してくれてね、見ましたよ。アップされてね、もう3分ぐらいで見て、いやーやっぱね、心があったかくなるね。うん。ああいうのを見ると、本当に。やっぱね、楽しまなきゃダメだよね。楽しい話題が、まあ、メディアからは来ないね、全然。もうコロナで全部やめますやめますとかさ、オリンピック延期しますとかさ、そんなバカじゃん。なんか暗いよね。もっと楽しい話題が欲しいよね。うん、楽しい話題をね、ある方もぜひぜひコメント欄に書いてください。もう、子供が生まれましたとかさ、なんか楽しいご飯食べに行きますみたいな、楽しいご飯の意味わかんない、なんか美味しいご飯食べに行きますとかさ、なんか欲しいよね、そういう話題みたいな、楽しい話題ね。でもうそのファンタズミック見た時も感動した。本当に嬉しいのと、見れないっていうね悲しさから、こういうフルでね20分以上の動画を出してくれたっていうこととかね、あとはこうパークとかディズニーシーのやってるところよりやっぱりカメラでこうギュッと寄ってねズームして、見れるっていうのとか、そういうもういろいろしてくれてたわけよ。でも本当に、で曲もいいわけよ。イマジネーションつってさ、曲がまたいいわけ。もう本当拍手ありがとう、ディズニーシー、東京ディズニーリゾートありがとう、素晴らしかったです、本当感動したね。うん、でも楽しい話したいよね。うん、んで、やっぱ俺もね楽しい話したいと思って、まあ別に考えてなかったんだけど、まあ嬉しい話みたいのがありましてね。まあ何かというと、おとといぐらいかなに、まあ、SD プレイグラウンドの相方の大輝とちょっとこうおしゃべりしてたわけですよ。まあ何も動画とか撮ってないんだけど、まあ普通にちょっと時間あるからちょっと喋ろうよっつって、まあ喋ったんだけど、
それもね、多分ね、2、3週間ぶりぐらいにあったのかな、多分。で、まあ話、まあコロナのね、あの話だったりとか、まあ仕事の話だったりとか、まあいろいろしつつね、話してたんだけど、大輝がこのスギチャンネルの方を、まあなんか、もう見てくれたりしてるんだけど、新しいオープニング、スギチャンネルで、新しい、今流れてるオープニングとか、エンディングとかを見て、いやなんか、すっげえなーと思って、めっちゃ感動したよって言ってくれたわけ、大輝が。いや、ほんとなんか、頑張ってんだなーみたいな、頑張ってるなーっていうのが、なんかすごい伝わるよみたいなこと言ってくれて、素直に嬉しいよね。本当に、近い人間だからさ、そういうのこう、なんか、言わないじゃないけどさ、なんかあるじゃん。ちょっとこっぱずかしいみたいとか。とかじゃなくてね、全然なんかもう、いや、めっちゃ俺感動しちゃってさ、ってすっごい言ってくれてさ。そういうの本当になんか素直に嬉しいよね。で、SD プレイグラウンドの、最後はね、ちょっと前に変わったんだけど、オープニングみたいなのは特に全然変わってないとか、むしろオープニングがないと言っても過言ではないんだけど、で、なんかまあそういう話してて、なんかいろいろこうできたらいいねっていう話して、それすっごい盛り上がってさ、やっぱ単純になんか、こう、お互いこう高め合ってるみたいな感じでやっぱ楽しいよね。普通に楽しい。で、なんか、俺が持ってない考えも、やっぱ、大輝が持ってるし、こう、大輝がこう、思いつかないことを俺がポッて言ったりとか。で、こう、お互いこう、なんていうの、意識してるわけじゃないんだけど、なんかそういうのすっげえ楽しいなと思って、いい傾向っていうのかな。だからなんか、まあ、スギチャンネルの方もね、SD プレイグラウンドの方も、まあ、なんか多分ラジオかなんかで多分言ってたんだけどね、まあ、ひどい言い方すると、ただただ、こう、SD は二人が遊んでる動画、スギチャンネルはスギチャンネルで俺がなんかこう好きなことをやる動画、みたいな、っていうことで、なんていうのかな、再生回数がこう伸びます、伸びるように、みたいなとか、そういうのは全然考えてないから、その中でも、こう、お互いこう高め合うみたいなっていうのはなんかこう、やっぱなんか楽しいよね。その向上心じゃないけど、楽しいよね。だから、すげえ良かった。特にでもやっぱりこの編集とかをしてるのは、まあ、基本全部俺なのね。SD も、まあ、スギチャは当然ね、自分のチャンネルだから、あれなんだけど、SD もまあ、一緒にこう俺がやってんだけど、だからこう、大輝もちょっとこうなんだろう、気使ってるというかね、なんか、任せっぱなしにしちゃってるっていうのがあるから、こう、自分のチャンネルっていう意識みたいなっていうほど、まだ多分、がっつりは、できてない、と思うんだけど、それでいいんだよね、俺は。もともと俺が始めようっつって始めたわけだし、だから、やれる人が、まあ、やればいいんじゃないみたいな感じ。まあ、お互いね、仕事とかもあるけど、俺の方がちょっと余裕があるから、時間に余裕があるから、全然、俺、で、しかもこう、編集するのも楽しいから、
だから全然なんかね、その辺ね、大輝も気負いしないで、もう、俺らのチャンネルってこう思ってくれるとね、もっとこう、今以上に、こう、ってくる、せい、みたいな感じになるんじゃないかなとは思うんだよね。まあ別に、今すぐね、意識しようやみたいなとかも思わないし、単純になんかやってて楽しいっていうかさ、本当になんか遊びの延長だから、今まで遊んでたことをただ、それにただカメラを導入して、なんか、日頃やってることをなんか撮ってるだけだから、別になんか、つまんないわけがないんだよね。単純に。普通に考えてそうだよね。もう二十何年付き合いあるやつと遊んで、その中にちょっとカメラ買っちゃったから、動画で撮ろうぜ、みたいな。っていうのが、SD プレイグラウンドだから、別になんか、本当になんかただの、杉と大輝の、本当思い出動画集、みたいな感じだから、別になんかね、だからなんか、いいよ。結構喋っちゃったなぁ。いや、ちょっと、これだけ、吸って終わりにしよう。今日はね。だから本当になんか、それが、なんか、この間話してて、やっぱり嬉しいよね。一緒にやってる仲間が、こう、すごい意識が、こう、どんどん上がってくるっていうのを、こう、如実にというか、こう、明らかにこう、動画が、なんて言うんだろうな、大輝も楽しんでくれてるのかなって思うと、俺も楽しいし、俺も頑張ろうってやっぱ思うからね。それがやっぱ楽しいんだよね、話してて。で、それの延長が結局ラジオとかね、SD の雑談っていう風になってるわけで、だから本当に最初の時の大輝の緊張感とか、俺の緊張感とかが今もだいぶなんかこう、ぬるぬるの、なんかもう、ぬるぬるローションみたいな、なんかグダグダみたいな。あれが、日頃の俺らだし、だからこの間話してて出たのも、なんか最初はやっぱね、ちょっとこう、かっこいい動画みたいなの作ろうよみたいな、作りたいとかさ、あったわけ。できないよね。できないよね。なんで別に、俺らがさ、そんなんていうの、かっこいいわけでもないし、そんなんていうの、別にその映像学校とかさ、そういうなんか、グラフィックみたいなとかさ、そういうのをやってきた人間とかでもなんでもないから、もうただの素人2人がやってるから、まあ限界あるわけ。で、なんかこう、だん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 こう、なんていうの、ゆるーくなって、ゆるーくなって、今の形になってるから、それはそれでなんか、その大輝も言ってたんだけど、これが俺らの味だよねっていう、そのなんか、おちゃらけてるというか、なんか、いい年して、バカやってるっちゃバカやってるんだろうけどね。だそれがなんか俺らの良さなんだよね、みたいな話で盛り上がって。だからなんか、地道にこうなんか登録者の方々も増えてくれて、別になんか今すぐ1万人とかなんて無理な話だし、ちょっとずつなんか知ってってもらって、なんか面白い人たちだなとかさ、思ってもらって、
なんか次がちょっと気になるなとか、過去のやつもなんか面白いねみたいな感じで、あ、じゃあなんか登録しとこうかなみたいなぐらいのスタンスでさ、やってくれれば、うん、全然問題ないし、全然それだけでもありがたいから、うん、それでいいなよ。うん、なんかもうコロナで全部やめてみたいな、そんななんかさ、暗い話が暗い。うん、なんかやっぱ一度きりの人生だからね。うん、まあいろいろあるとは思うけどさ、だって結局そのさ、ずっと長生きしてる人とかだったらさ、何？戦争を味わった人もいれば、関東大震災とかさ、阪神淡路大震災とか、東日本とか、いろんなね、震災味わったりとか見てきた人たちもいっぱいいるだろうし、その中でもなんかオイルショックだったりとか、米騒動、米不足とかさ、いっぱいあったけど、それをこうみんなでね、日本人で乗り越えてきてるから、だからコロナもね、なんか、乗り越えられるっしょって思ってるし、別に、なんかわわわわ騒いでたところで、うん、なんかできな、じゃあ俺が急に薬作りますみたいな、できるわけないじゃん、そんなの。だからなんか、まあそれに向かってね、すっごい頑張ってる人たちも当然いるのも分かってるし、その製薬会社の人とか、もうなんか一生懸命やったりとか、医療関係の人とかはね、やっぱそれに対して、気をつけようとか、介護だったら介護でじいちゃんばあちゃんたちにね、うつらないようにとか、感染しないように気をつけようとか、保育関係とか小学校関係とか子供関係の仕事をしてる人たちもそういう同じような気持ちでやってると思うし、だからね、その中でね、いかに楽しむかだよね。うん、やっぱ楽しいことやってればね、うん、楽しむ。グダグダだな今日も。ということで、まもなくこのアイコスも終了しますので、本日のおやつタイムも終わりにしようかなと思っちゃおります。で、ちなみに、明日の予告ですね。明日はね、最近ね、俺がドラえもんの映画を見てんのよ。ドラえもんの声が大山信代さんだった時代の映画をね、見てんの。やっぱ面白い。面白いし、面白い。で、その大山信代さん世代、がっつり見せた世代の人たちに向けてっていうかね、向けの、だからもう子供じゃない、全然もう大人だって。俺が高校2年生ぐらいかなで確か声が変わったから、だからもう17年ぐらいでしょ今やってんのって。だからもう20歳ぐらいの人までは多分ね、あんま面白くないっていうか、よくわかんないと思う。だからもう20歳以上の人が見たらちょっとは、あ、これ懐かしいねとか思ってくれれば楽しいんじゃないかなと思う動画になってますんで、明日はドラえもんスペシャルの動画をお届けしますので、ぜひぜひご覧ください。というわけで、以上、スギチャンネルのスギでした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。みんな楽しんでよ。花見じゃねえや。桜が散る前にお花見したりとかさ、なんかいろいろやってよ。なんか、活性化しましょう。人も、うん、経済も、人も活性化しましょう。